はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョーでございます。ロブロックスで一番高いエモートを目の前で踊ったら気づいてもらえるのか。皆さんエモート使っていますでしょうか。まあ基本的には皆さんこれが多いですよね。スラッシュ E スペースダンスって言って、まあこういう風な無料のねエモートを使ってることが多いと思うんですけど、普通に販売してるんですねエモートっていうのが。今回は一番高いエモートです。調べてきました。一番高いエモートがあるんです。それを装備して誰かしら気づいてほしいなと。え、何そのエモート、見たことないみたいな言ってもらえるかもしれないじゃん。ということなんで、今回はいろいろな場面で一番高いエモートっていうのを使っていって、いつ気づいてもらえるのかっていうのをやっていきたいかなと思います。じゃあまずエモート買っていきましょう皆さん。はい、皆さんここですね。ここおなじみアバターショップです。よく皆さん使っているのではないでしょうか。カテゴリーのアバターアニメのエモートです。エモートを押すとこんな感じでいろいろなエモートが出てくるんですね。まあ、例えばこういった静かなウェーブ、実際にほらこういう感じのエモートするよみたいな、これいますよね。ほら見たことあるよね。これ100ロバックスぐらいするんですけど、海の波の動きみたいな、こういう感じのエモートなんだってのを見て、まあ購入するわけじゃないですか。さらに皆さん、ここ今関連度から出てるんですけど、ここでほら一番高い順から安い順っていうのも変更可能なんですね。これを高い順にすると出てきます。皆さん調べたら88種類ありましたね。これ1列で10なんで88種類あるんですけど、その中で一番高いトップエモート、こちらです。皆さん街中で何かいいことを起こそうとしている、見ていくか。まあこれなんだけどさ、まあ見たことないよねみんな。俺も見たことないもん。リスナーさんでこのエモート使ってるの見たことないんで、さすがにこれ気づいてもらえるんじゃないのかなって気がしてるんですよ。なんで今回はこれを今から購入していろいろな場面で使います。じゃあどういう場面で使うのか、最初に動画班に見せます。動画班はねエモート詳しくないんで、まあ気づかれない可能性があるから一番最初に持ってきます。次に一般プレイヤーですね。リリチョーのことを知らない一般プレイヤーのところに行ってそのエモートを見せます。それで気づいてもらえるのか。そして最後が視聴者さんです。もう視聴者ってもう画面を見てるわけじゃん。その画面の目の前でやるんで、もう確実にそのエモート見ますよね。誰かしら知ってるんじゃないかなって気がするんですよ。はい、みたいな順番でやっていこうかなと思いますんで、よかったら皆さんね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ、買っていきます、皆さん。買っていきますね。じゃあ、線路バックス、今日持ってきてるんです。購入！はい、購入しました。線路バックスですね。じゃあ、これ装備していきましょうか。はい、ここですね。アニメのエモートのところにあると思います。ほら、こんな感じでありますね。はい。街中でが来ましたよ皆さん。スロット装備しよう。実際そのエモート使ってみましょうか皆さん。さあ来ました皆さん、エモート使ってみます。ここですね、ここの5番、これが線路バックスします。アラウンドタウンこれ本当に線路バックスなのみんな。ちなみに他持ってるやつ、ほらこれとか有名だもんね。ほらこれ無料のやつですね。無料とかのやつあって、これ買ったやつなんですけど、ほらかっこいい。こっちの方がかっこよくない？みんな。こっち確か400か500ぐらいだったよ。だけど、これエモート単体で。ふざけんなよ。これ高すぎやろ、これ。はい。今のこのエモートをいろいろな場面で使っていきます。それで動画班とか視聴者とか一般の方が気づくのかっていうのをやっていきたいかなと思います。それでは検証していきましょう。First target. 動画班。なんかめちゃくちゃ回ってるやん。え、何それ、そういう仕様なのそれ、どういうこと。え、本当だ、何もしてないのに、何もしてないのにこうなるんだけど、なんでなんだ。座ると動くようにできてる。あー、そういうことね。みんなエモートはできる？エモート。今までのエレンショースタジオなんか買ったエモートとかも使えんかったよな。ホットドッグに無理やり食わせてるんやな。だいぶ集まってきたね。そろそろじゃあ取り出すか。Next target. 視聴者。T シャツ皆さん買いましたか？多分ね、この動画版 T シャツはね、黒いやつの方が似合うんよね。どうですか皆さん、これ。ちょうどいいよね、リリチオバッチね。みんなから見ると右やけど、この左胸につく感じめっちゃ良くない？普通の服とかにも着やすいもんね。うんうん。
可愛い、似合う、本当、いや嬉しい、ありがとう、助かる、本当に、いやいやありがたいですね。みんな着てきてよ、ちょっと見たいな。ちょっとみんながなんか T シャツとかなんかバッチかなんか着てくれてるやつが見たいな。どうですか皆さん、つけてますか？あ、いいね、いいね、バッチ、ほら似合うよね、普通の通常の服装にも着れるもんね。いいね、これどっちだ、ほら緑服にね、バッチが一番人気なのかもしれんな。ほらバッチが一番つきやすいもんね。あ、でも普通にいいね、これ軍服かなんかに着るのはいいのかもしれへんな。確かに。てかみんな、最近俺さ、このエモート買ったんだけど、どうですか皆さん。グッ、いい、知ってるこのエモート、そもそも。じわるじわるんだ。ああ、いいですね。いやいや、棒読みやんそれ。みんなやばいかもしんないね、ここまで結構やったんですよ。あの、全く気づかれんすね。まあなんかすげえセンスのあるエモートだなっていうのは言われるんですけど、さすがに一番高い線路バックスエモートだとは誰も思わないみたいですね。ってなると、もう頼みの綱は海外に来かなと思います。もう海外に来とかって結構ね、そういったエモートとかアバターとかめちゃめちゃそういう関連の動画を見てるんですね。っていうのもあるので、その線路バックスエモートを見せた瞬間、え、なんで持ってるのみたいな反応を俺してくれるんじゃないかなって気がすんの。日本だとさ、あんまりそういうの浸透ないじゃん、エモートとかアニメーションとか。なので、ちょっと海外に気にたくさんエモートを見せていってどうなるのかっていうのを見ていきます。反応を見ていきましょう。はい、ということでね、まずはペットシミュレーターからやっていきます。ペットシミュレーターにいる人にちょっと声をかけてエモート見せていこうかなと思います。はーい、とにかく声をかけていく。 How about this emote? つっていくよ。はい、どうだ、まず1人目、多分これハーバーってこのエモートどうですかって意味だよね。さあ、どう、なんて言われる、なんて言われる、頼む。ウォー、線路バックスレアエモートとか言われたら俺の勝利やね。 NO。 はい、皆さん、ここならどうでしょう。さっきあの視聴者に見せた時と同じですね。フリードロー2、ここね、ほらマップが狭いからさ、ほらこんな感じで交流しやすいよね。はーい、オッケーオッケーオッケー、このエモートはどうですか、いきます。はい、あれ、エモートしてくんない、みんな、はい、あれ、みんなエモートしてくんない、なんで、待って、みんな、みんな、あのクソエウメンだけど、これどういうこと、これセンスありすぎるんだけど、これ何なんだこれは。めちゃめちゃリアルな絵を描いとるな。うわー、でもなんかこう、ちょっとまだ絵描いてない人がいいな、ちょっと邪魔しちゃうのは申し訳ないよね。質問しても早急にちょっと回答してもらう感じにしようか。はーい、なんかもう、なんか嫌になってきちゃった。もうみんな無視しちゃうんだけども、やばいな、心折れてきたんだけど。ほら、渋谷の声かけみたいな感じでさ、ティッシュもらってくださいみたいな、よろしくお願いしますみたいな感じやん。もうそういう感じよな。とにかくもうめげずに声かけていくしかないよね。はーい、よし、このエモートどう思う、うん、カーム、うん、どこ行くの、見てよ俺のエモート、お願い見てよ。 I don't know、 知らないか、知らないのか、へへ、じゃねえよ、ええじゃねえんだよ。カーム来てって、何どうしたの、なんか呼んでるよ俺を。あ、はい、え、これ全部書いたの、ちょっと待って、うまくない、ちょっと見てよっつってる、え、うまちょっと待って、え、めっちゃ可愛いんだけど、プリンセスピエン、あ、ピエンじゃない、ビエン。どうしよう、みんな全然気づいてくんない、やばいな、ちょっとこれやばいかもしれんぞ。はーい、 How about this emote? さあどうだ、海外に気づいて、これ一番高いエモートだよ、これ線路バックスエモートだよ、これ海外の実況者上げてるじゃん。このエモートどうなの、これ待って、俺英語の聞き方がまずい、こう聞いてみるか、みんな Do you know this emote? Yes or no クイズだったらさ、結構いけるんちゃう。あー、線路バックスだーってのが間違いなんちゃう。あー、お願い答えてよー。撃沈です、本当にもう誰も知りません。視聴者に聞いても、動画班に聞いても、海外に気に聞いても、誰も僕のこと知りません。あ、えい、どうしたの、えい、まあ、一応聞くか、海外に気に、 Do you know this emote? まあまあ交換目的だったんだね。はい、ということなんで、ね、もうダメですね、もういくら聞いてもダメですよ、やっぱりもう全然聞いてくれません。リチョコが欲しかったのか、これバレンタイン企画の時のチョコレートじゃねえかこれリチョコすら無理なんか、リチョコすらもらってくれねえってどういうことだよマジで、チョコレートすらもらってくれないの、ということなんでね、皆さん
まあまあ買う人はいないと思うけど、まあ、一番高いエモートはこのセンロバックスエモートになるので、まあまあまあ、 あのエモートコレクターの人がもしもいるのであれば買ってみてはいかがでしょうか。はい、ということなんで皆さんね、あのこういう感じでいきなりね、あの視聴者を試すような企画するので、まあ、ミルダムとかね、よかったら見ていただけると嬉しいです。常にね、あのリリチョウの行動を見張っておくと、あれこれ企画なんじゃないって気づくかもしれないですね。はい、そんな感じで今回の検証結果、誰もわからないという企画でした。俺何のために買ったんやろね、このエモートね。Thank you.